こんにちは NTT ドコモのデイアカウントを不正利用することで生じたドコモ口座の問題デイアカウントを持っていれば誰でもドコモ口座を作れるようになっていましたそしてこれを利用して犯罪が行われましたこのドコモ口座の問題を契機として問題を改善すべくドコモはデイアカウントに2段階認証を適用すする予定です今回は新しく導入されるデイアカウントメニューのログイン時に2段階認証を導入した件についてお伝えしたいと思います。 ままずは基本的なこととから説明したいと思い思す。そもそもデイアカウントは何かというとデイアカウントはスマホタブレットパソコンなどデイアカウント対応のサービスやデイポイントを利用する時に必要な ID のことです。デイアカウントで利用できるサービスとしてはデイポイントデイ払いマイドコモデイアニメストアデイマガジンなど様々あります。そして、ドコモ講座は、 ネットやアプリ上で送金やお買い物ができる電子財布のことですけれども、いわゆるスマホ決済のことですね。PayPay や LinePay などと同じものです。ですので、デイ払いなどを利用すると、ドコモ口座が自動的に作られます。そして、このデイ払いなどを利用する場合には、デイアカウントが必要になります。結局、この時点でデイアカウントとドコモ口座が紐付けられることになります。 不正利用問題はこのデーアカウントとドコモ口座が紐づ付けられたために生じましたそしてデーアカウントは誰でも簡単に作れることが侮となりました悪意のある第三者が作ったデーアカウントが他人のドコモ口座と紐付けられこれにより不正送金されてしまったということですですのでドコモはデーアカウントの本人確認の徹底や不正利用防止のための二段階認証を導入することを決めたのです ドコモの二段階認証そしてその他のセキュリティの設定について説明したいと思いますこちらの動画をご覧くださいこちらはドコモのデイアカウントのサイトになりますでは見ていきましょうまずこちらのお知らせですねここに2020年12月23日デイアカウントメニューの二段階認証適用ということが書かれていますこちらをですねもう少し詳しく見たいと思うんですけれどもデイアカウントメニューの二段階認証適用について デアアカウントを安心してご利用いただくために以下の取り組みを行います。取り組み内容は、デアアカウントをご利用のすべてのお客様を対象に、デアアカウントメニューへログインする際に2段階認証を行います。一部のお客様から順次2段階認証を適用してまいります。セキュリティコードが届かないお客様は、デアアカウントメニューへのログインができなくなるため、連絡先メールアドレスの追加変更が必要になります。連絡先メールアドレスの変更をご希望されるお客様は、ドコモショップへのお手続きが必要になります。 現在ウェブおよびデアカウント設定アプリにて連絡先メールアドレスの追加変更することができませんので下記のリンクの案内を参考に連絡先メールアドレスの追加変更の手続きをお願いいたしますとなっています開始日は2021年の1月14日木曜日午前9時以降となっていますそしてですねこの2段階認証どういったものかということなんですけども えー、二段階認証とは、二段階認証とは、ID、パスワードの入力の他に、アプリでのログインの可否の選択や、セキュリティコードの入力を追加することで、お客様以外が不正に情報にアクセスすることを防止する仕組みです。また、同じブラウザからの接続の場合、2回目以降の二段階認証は省略されるため、普段お使いのブラウザでの操作は面倒にはなりません。二段階認証の設定を強にすることを強くお勧めしますとなっていますね。そしてですね、 こちらのトップページにパスワード無効化設定で不正ログイン防止とということが書かれていますこれを利用することによってですねパスワードがいらなくなるっていうことなんですけどもこれがどんなものかをちょっと見ていきたいと思うんですけどもパスワード無効化設定とはパスワード無効化設定とはデーカウントパスワードでの認証を無効化することでオンライン遠隔からのリスト型講演撃などの不正アクセスを防ぐことができる仕組みです。 パスワードのオンライン照合を行う代わりに、スマートフォンの生体認証や画面ロックを使って、安心かつ便利にデイアカウントのサービスを利用できますとなっていますね。ただし、利用条件がありますね。えドコモ回線をご契約されているお客様、生体認証または画面ロックで認証対応 Android 端末、および iOS 端末から設定いただけます。ドコモの回線をご契約されていないお客様、iOS 端末からのみ設定できます。 ただし、アンドロイド端末への対応は2021年以降予定されているということですね。以上です。いかがでしたでしょうかドコモもドコモ講座を利用した不正出勤の問題に懲りて、セキュリティ対策を強化してきました。ただ、信頼回復までの道のりはかなり時間がかかると思います。現在、 インターネットを利用した犯罪は増えていまして、セキュリティ対策を強化することが必要になってきています。犯罪手口は年々巧妙になってきていますので、一般の人の努力だけでは責任にくくなっているため、ますます企業のセキュリティ対策が必要です。個人としてできることは、ID とパスワードを徹底的に管理し、お金の出入りを常に把握することが大事です。また、スマホは財布と同じですので、外出時には、 腹晴らさず持っていることが必要です今は SMS 認証が必須になってきていますのでスマホはなくせませんし電話番号の変更もしない方がいいでしょう。中にはキャッシュレス決済とかクレジットカードを使わないから自分は関係ないこのような人もいると思いますけれどもいずれスマホまたはそれに関わるような電子機器がないと買い物だけでなく保険治療や運転もできなくなってしまうかもしれません。 マイナンバーカードには保険証や運転免許証の機能が追加されることが決まっていますがそのうちさらに進めばスマホにマイナンバーカードが組み込まれるように思います実際国は2022年度内にスマホにマイナンバーカードを組み込むことを考えて動いていますもしこれが実現すれば便利になりますけれども一つに集約してしまうのはリスクもありますので十分検討が必要だと思いますさて 今回のドコモのデータカウントメニューのログイン時の2段階認証の導入遅すぎではありますけれども一応は評価できると思います今後もドコモには頑張ってほしいものですからね今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました